はい、それでは、引き続きやっていきます。で、次に何をやるかと申しますと、このパイロットランプスイッチコンセント、これの作り方について説明をしていきます。で、これからやるやり方も丸暗記しちゃって構いませんので、で、これを説明するためには一つ、もう一回ね、ニュートラルと L、これの考え方について、少し復習していく必要があります。要するに、どういう器具にニュートラルが必要なの、L が必要なのっていうことですね。これを頭に叩き込むことによって、決戦とかもスムーズにできるようになります。でもこれがね、もう一番の基本なんですけども、電源から来る線っていうのは L と N の2本だけです。基本はですよ。で、皆様のご家庭とか、あと建物とか、そういう設備、いろんな負荷照明器具やらコンセントやらがありますけども、それらはすべて電気でいうと並列っていう状態になってます。で、まず一番基本的なコンセント。コンセントはすごく単純で、電源から来てる L と N をそのまま入れてやればいいんですね。入れてやればいい。で、コンセントもちろん極性が書いてます。表から見て長い穴の方が N なんです。だからちゃんと電気工事屋さんが作ってくれていれば、長い穴の方にピンセットとか突っ込んでも感電しない。ただ信用しないからやらない方がいいですけども。で、ちなみにコンセントの裏側を見ると、このメーカーの場合は、W って書いてます。そちら側に N を入れるってことですね。で、次、一般的な照明器具、例えば今回やるランプレセプタクル、ランプレセプタクルで、これが基本の考え方なんですが、照明器具などの電気を消費するところ、電気を使って仕事をするものには必ず N が必要。なぜかというと、 N というのは使った電気を電源に返すところなんですね。電気っていうのは必ずぐるぐる回ってます。回路、回る道って書くぐらいですから、ぐるぐる回ってます。送られたら返す線が必要なんですね。で、電気を使うところには必ず返す線がついてます。逆に言うと、返す線がいらないものは何かっていうと、電気を受け取ったら自分で仕事しないでそのまま渡す人、つまりスイッチです。ですから N が必要ないのっていうのはスイッチだけなんですね。スイッチだけなんです。だから照明器具も当然電気使えますよね。 N が必要で、コンセントももちろんそうですよね。まあ、私も目の前の机の上にこうやって挟してますけども、器具を挿すわけだから、ね、器具って電気使いますから N が必要なんですね。で、ここがもう一つのポイントで、じゃあ照明器具は白 N 以外に何が必要なのかなと。一見ね、 L つなげばじゃあ電気つくねって思うかもしれないんですが、照明器具に L つないじゃうとつきっぱなしになっちゃうわけですよ。24時間365日、さあちょっとまずいですよね。省エネでもないし。だから一般的にですよ、一般的に照明器具っていうのは L は入れないんです。 L の黒線はつながないんです。じゃあどういう系で来るかっていうと、スイッチですよね。一旦スイッチに入りますと。で、技能試験の時なんかはスイッチと照明器具にそれぞれ名前が付けられてます。名前つっても一文字だけなんですけども、まずスイッチっていうのは L を受け取ったら自分と同じ名前のやつに送る役割をします。で、だから黒と白の2本で来るとどうしてもね、スイッチから白が出ちゃうのね。で、照明器具から来てる黒とつながると。これが基本の流れです、ね、もう一回しつこく言うと、コンセントっていうのは必ず L と N が入りますせと。で、照明器具は N は必ず入るけども L は普通入りませんと。逆にスイッチは絶対に N は入りません。L が必ず入るというところですね。これが基本の流れです。だから実際のつないでいく流れとしては、まず N をね、一番初めにつないで、N が一番目、N が一番目につないで、次に L をつないでいくんですよ。
これ A4 のプリントにも書いてあるんだけども、で最後にスイッチから照明器具への送り線を、あ、ごめんなさい、送り線をつないでいくっていう流れです、ね、これが基本なんで、まず一旦頭の中で整理していただければと思います。ここまで大丈夫ですか？大丈夫ですか？ではこのことを踏まえた上で10番の同時点滅ってやつ、これを説明していきたいと思います。まずこのパイロットランプ同時点滅ってことなんですけども、これはね施工条件見ても分かりますし、実はこの図面上も一応分かるんですよ。なぜかっていうと、このパイロットランプに「い」っていう名前がついてますよね。名前がついてる。これは何を表しているかっていうと、このパイロットランプは「い」のスイッチと連動しているよってことを表してます。だから「い」のスイッチから見るとこのパイロットランプも自分と同じ名前の照明器具なんです。ですので私はこうやって教えてる。パイロットランプの同時点滅っていうのは、これはパイロットはよいしょ、パイロットは照明というふうに説明をしてます。パイロットは照明ね。じゃあこれは何を表しているのかということですね。では、伏線図上で説明をしていきたいと思います。ちなみに試験の時は伏線図は書かないんだけど、伏線図書く練習は徹底的にしてほしいんですよ。なんかよくわかんないことこいつ言ってるなと思うかもしれないんだけど、何かっていうと伏線図書くっていうのは、これは決戦のシミュレーションなんです。だからいやいや、俺何としても当日伏線図書きたい、だからスラスラ伏線図書けるように練習するって人いるんだけど、逆に言うとね、伏線図がスラスラ書けるようになってれば決戦がスラスラできるようになってるから余計書く必要ないのよ、伏線図当日。だから書く練習は徹底的にしてくださいね。紙とペンがあればできるから。はい、じゃあ、同時点滅説明をしていきます。はい、まずこのようにパイロットランプ、スイッチ、コンセントの順で並んでおります。で、これがまあ伏線図なんですけども、先に実物をパッと見せると、はい、今こんな感じね、こんな感じになってる。で、これ裏から見ます。裏から見ると右に W、右に W。で、ちょっとね、このことだけ理解できてないと話がわからんと思うんで、ちょっと説明をするとですね、これ差し込み型の器具って裏見ると、穴がこうやって4つ開いてるんですけども、穴と穴の間にこうやって溝が切ってあるの分かります？ちょっと溝が切ってあるので、この溝がね、こうやってつながってるもの、これも一応つながってます。こうやってつながってるもの、つながってるものは穴の中が定規でつながってるっていうことを表してます。つながってるもの、じゃあつながってないものって何なのっていうと、これ、明日使う4度スイッチってやつなんですけど、これ見るとほら、ここでね、溝がぶった切られてるんですよ、きれいに。ぶった切られてる、こうやって、がっつりと。こういうものは穴が独立してるってことを表してます。で、今回刺してる木が全部これ穴がつながってるの、これ、中で、縦に。これが一つ、理解しておいてください。縦でつながってるってことね。じゃあ、これを理解していただいた上で、伏線図上の説明をしていきます。はい。まあ、これうちのセンター独特のやり方なんですけども、まずはじめにこうやってコンセントがついているものについては、コンセントに L と N を先に入れちゃうっていうふうにお教えをしてます。ですので、まず N の白線をコンセントの W にビョーンと入れちゃいます。これ下の穴に入れます。ビョーンと入れちゃいます。で、次に L もコンセントにビョーンと入れちゃいます。はい。で、ここを起点にして、じゃあ他に N が必要なやつどれかな、 L が必要なやつどれかなって見ていきます。まず N から見ていくと、残るのはスイッチとパイロットランプです。スイッチにはさっきの図から N は入りませんね。じゃあパイロットランプはどうなんだってことなんですけども、今回先ほど書いたようにパイロットは照明だよって言ってます。照明器具っていうのは電気を消費するとこですから、ニュートラルが必要ですよね。さっき書いたようにね。ですから、
まずコンセントからパイロットランプに向かって渡ります。でこの渡り線なんですけども、これ金枠の上下の器具の間の渡り線というのは渡りのですね台というふうに我々は呼んでます。渡りの台というふうに我々は呼んでおります。これは A4 のプリントに後で連携しますんでね。で次 L を考えます。 L は今度どこに入るのかなと、残るのはパイロットランプとスイッチなんですけども、はい、パイロットはどうかな。パイロットは今回照明だよって言ってますよね。照明器具っていうのは L は直接入れたらつきっぱなしになっちゃうよってさっき話しました。だから今回のパイロットランプは照明器具だから L は入れちゃあかんのねということになります。そうすると L が渡るのは隣のスイッチです。スイッチです。そうするとこれは隣同士の器具に渡るわけです。その時の渡り線っていうのは一応建前上ね、渡り線は渡りは小の渡りというふうに呼んでおります。であともう一個ですね、渡る部分が出てくるんです。もう一個渡る部分が出てくるんです。どこかというとですね、このままだとスイッチは照明器具に電気を送れませんし、パイロットランプも電気つきません。このままだとどうしようかということなんですけども、まずパイロットランプ、今回照明器具、自分と同じ名前のスイッチから電気もらえます。すぐ下におりますね。ですからスイッチからパイロットランプに向かってこうやって渡り線を入れるんですが、これどうしてもね斜めになっちゃうんですよ、位置的に。もしねこれここに入れちゃったら、これスイッチ入れた瞬間短絡になっちゃいますからまずいわけね。だからこれどうしてもね赤が斜めに渡ります。はい、じゃああと、これでパイロットランプピカってついたね、よかったよかったじゃないですよね。まずスイッチは本来つけるべきランプレセプタクルにまだ電気遅れてないわけよ。あと赤入れなきゃ。赤線はどこに入れるかなんですけども、これはね2箇所あるわけ。候補は1箇所目は、1箇所目はここ上の穴、もう1箇所はここ、この穴どっちに入れたらいいかなってことなんですけど、電気から時にはどっちに入れても構いません。作業がしやすいのはちょっと気持ち悪いんですけど、ここに入れてるのが作業しやすいです、長さ的にも配置的にも。なのでこの形で作る、でこれは丸暗記していいです。この出し方でしか出てこないから、いろんな作り方ありますよ、回路がある作り方ってあるんだけども、これが一番シンプルで分かりやすくて作業がしやすいです、ね、なんでこれを覚えてしまってください。ではこれ、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。さて今渡りの大小って話をしましたけども、何なのかっつうと、はい、A4 のプリントの一番下でございます。ここが大事なんですね。このように、金枠器具に、電線を取り付ける場合のルールですね。ルールです。はい、まず、電線の渡り線の長さなんですけども、台は8センチ、小は6センチというふうにお話をしております。これは必ず覚える。これは必ず覚える。ね。もちろん講習中は見てもらって構いませんから試験までに覚えてねって話です。あともう一つ大事なのはこちらなんです。シース剥ぎ取り寸法ってあります。何かっていうと、金枠に器具ついてる場合どこに刺すかによってシースの長さが変わるんですね。で一番長いところに刺す場合、つまり今回でいうとコンセントに黒白が一番長いですね。その場合外装は10センチ向いてねって言ってます。10センチ向いてねって言ってます。で今度金枠の真ん中に刺す場合、今回でいうと赤線が該当しますが、真ん中に刺す場合は8センチでいいですよと。で一番上につける場合、今回でいうとパイロットランプにもし刺す場合ね、その場合は6センチでいいですよって言ってます。この寸法っていうのも基本なので覚えていただくと。まあでも10センチ覚えればそこから2引いて2引いてだから分かりやすいと思うんで、一番遠いところ10センチ、これが基本でございます。
で今回は黒白が10センチ、赤が8センチなんですけど、赤だけ短く剥くってことできませんから、10センチ剥いちゃえばいいんですよ。長く剥く分には別に構わないですからね。はい、じゃあ実際に一緒に作っていきたいと思いますんで、やっていきましょう。まず基本的なやり方なんですけども、昔はね、私すごい難しいやり方で教えちゃってたんだけども、今はすごくシンプル。何するか、まず渡り線先に切っちゃうんです。これね、渡り線って取り忘れたら最悪なんで、後で足せませんから、ね、先に渡り線取っちゃう、ね、おすすめのやり方を教えします。今回渡りの台が必要ですね。で、小は台で使えますから、長い分にはいいんだから、だから台を取っちゃえばいい。はい、台の渡りは8センチですから、まず、8センチ外装を向いちゃいます。これは、16の三振なんで 1.6×3 のところで外装を向きます。これもスッと向けちゃいます。はい、で向いたらですね、これワイルドに向いた根元でブチって切っちゃえばいいの。向いた根元でブチって切っちゃえばいいです。これ8センチ取れました、ね、8センチ取れました。はい、そしたらこれどれぐらい導線にすればいいかなんですけども、これもね、一応ストリップゲージがついてます。で、10センチのゲージのものもあれば12のゲージのものもあるんですけども、基本は試験の時に限ってね、1センチで構いません。10mm と12mm、 パイロットランプだけ12ミリなんだけども、10ミリで構わない。現場の時はちゃんと器具のストリップゲージに合わせてください。なぜかというと、試験の時って別に電流流さないから、多少短くても熱持つってことないですから、抜けなきゃいいんで、ね、だから10mm、 1センチ抜きます。渡り線ですから、これ両端向かないとダメですね。もうこれね、赤、白、黒全部剥いちゃっていいんです。全部使うから今回は。はい、そしたらね、まず渡り線をね、先に刺しちゃう方がいいんですね。渡り線を先に刺しちゃう方がいい。で、これから刺す時のやり方について説明していきます。一応ね、軽いコツがありますね。はい、じゃあやっていきますね。じゃあまず白の渡りからつけていきたいと思いますけども、これもね、現物合わせなんですね。要するに、例えばコンセントのね、 W の上の穴、ちょっと拡大しますけども、W の上の穴から、この上の穴からパイロットの下の穴に入るとしましょう。そしたらこの穴のね、ところに大体長さ合わせて、両端こうやって指でつまむんですよ。穴から先に出てる部分ね、こうやって指で両端つまんで、でその状態でふわっとこうやって曲げてやる、ふわっと曲げてやる。そうするとある程度この字型になりますよね。ある程度ね、ある程度この字型になる。そしたら入れてやる。完全に現物合わせですね。現物合わせね。ね、この字に作って入れてやる、ね、じゃあ次、今度は、ね、黒線です。で黒はどこに入れるかっていうと、コンセントの W と反対側、そこから隣のスイッチに挿すわけです。そうすると、まあ、なんか U 字に作ればいいよってなんとなく感覚的に分かりますよね。
そしたらどうすればいいかっていうと、私はね適当なんで、こうやってね両端親指と人差し指でつまんで真ん中ぐらいに指当てて、この状態で折り曲げてみるんですよ、ふわーっと。そうするとこれ U 字になる。で刺す。じゃあ今度赤なんですけども、あの赤の渡り刺す前にさっきしつけた白の渡りをですね少しこうやって外側にね曲げといた方がいいですかね。そうじゃないとねこれ穴が邪魔になっちゃうんでちょっと曲げた方がいい。こうやって、じゃあこの赤の渡り、赤の渡りはこのスイッチの右側の穴の上下どちらでも構わないですけども、どっちかから出ますと。でまあどこがつけやすいかってことなんですけども、この対角がいいですね。近いとね意外とやりづらかったりするので、例えばスイッチの右の下の穴だったら、パイロットの下の穴で、上の穴だったらパイロットの上の穴、これが一番距離的にはやりやすいと思います。で同じように、穴の位置大体合わせてちょっとね出っ張った部分少し指でつまんでふわっとこの字型にしてやると。これね、渡り線はね先に入れちゃった方がいい。後で入れようとするとすごくやりづらいんで。でしかも渡り線刺しちゃえばねすごく血線分かりやすいんですよ。あとはこれ黒白赤電線ね刺していくわけですけど、あのすごくねざっくりとしたこと言いますよ。渡り線が入ってる穴と対になる穴に同じ色の電線刺していけば終わりですよ。例えば白だったらここの下、まあ回路的にはこの上でもいいんだけど、ここ刺す。で、黒だったらここかここ。赤だったらここかここ。ただ、やりやすいのはね、やりやすいのは、黒はここ。黒はここね。白はこの右側。赤はこのスイッチの上側。ここが一番やりやすい。入れやすい。じゃあ、実際やっていきましょうということです。はい。先ほど切った三振、残りありますね。これを外装10センチ向きます。外装10センチ向きます。で、ここからね、また私のズボロテクニックです。これ、黒白は10センチそのまま刺せばいい。で、赤なんですけど、厳密にはね、これスイッチに刺すんであれば2センチ短くていい。パイロットに刺すんであれば4センチも短くていいんですけども、間違って切ったらめんどくさいからもう10センチのまま刺しちゃいましょう、ね、ですのでいいですか、これ三振向きましたね。こればらけないでこのまま先端1センチ向けばいい。先端1センチ向けばいい。16の三振まで同時に向けますから、このスリッパの場合なるべくね同時に作業できるものは同時にする。一本一本向いてたら時間の無駄です。あのね、いかに楽にできるか教えますから、私は。はい、はい、向きましたね。じゃあそしたら、はい、あと刺しますせと、はい、黒左側、白右側で赤ですけども、これどう考えたってスイッチに刺すのが楽でしょ。位置的に赤が右にいるんですから、さあスイッチに刺すしかないんですよ、位置的にはね。パイロットだったら左側に来ちゃうし、しかも長すぎるのよ。パイロットに刺す分にはさすがに2センチぐらいだったら誤差だから、もうスイッチに刺しちゃいましょうね。回路と電線の色さえやってれば何も問題ないですから、ね、はい。確かにちょっと赤長いんだけども、こんな音どうでもいいです、ね、はい、うん、これで完成です。完成ね。
ね、一見ねごちゃごちゃしてて複雑そうに感じるんですけども、これ丸暗記で構わないですから、ね、出たらこれそのまま作ってください。はい、そしたら今までと同じように接続側10センチ外装、2センチ導線、ね、やってください。後でこれ必ず作ったらこの表面を上にしてくださいね。あまりこのひっくり返したまま出す方がいるんですけども、ちゃんと上表面を上にするね。まあ、これ逆にひっくり返したまま出して落ちるかというと落ちはしないんだけども、やっぱりなるべくね綺麗に出すっていうのがねいいので、まあ倒れちゃうんですけど、まあ今はね。そしたら、次いよいよ輪作りやりますんで、ペンチ用意しておいてください。ペンチ。あとプラスドライバーね。あの午後はもう一個一個こんな細かく説明しませんから、各問題のポイントしか説明しないんで、午前中のことはもう本当に大事なんで、まあもちろんあの分かんないことをどんどん聞いていただいて、一回で覚えられるわけないですから構わないんですけども、講習中はある程度皆さんに自分で悩んでいただくっていうのもね一つのポイントなんで、悩んで覚えたものっていうのはすぐ覚えますから。で結構この被覆剥くっていう作業やっぱりめちゃくちゃ数が多いですから、これをねちょっとでも早くするっていうのは、ね、非常に大きいんですね。まあせいぜいあの1個数秒かもしれませんけども、慣れて早くなるのは。でもこれがやっぱり 回数が多いですから、数秒が数分に膨れ上がりますんで、そしたら皆さんこれ講習やっていくとね短い切れ端いっぱい出てくるんですけど、そういうの使って剥く練習だといくらでもできるから、
ライブカーの本当に細かくなってどうしようもないやつは捨てて構わないんですけども、ちょっと長くて使いそうなやつはね持って帰っていただいて、もうなるべく手際よく抜く、それも徹底的に練習してください。あと傷つけちゃったら終わりだから、内装ね、傷つけちゃったら終わりなんで、傷つけないようにいかに剥くかっていう練習も大事ですから。はい、じゃあ、ランプレセプタクルこれからやっていきますんで、輪作りっていう作業ですけども、ない第2種に関しては必ず入ってきます、輪作りが。で、唯一6番だけ露出コンセント、ランプレセプタクルの 1.5 倍難しいです。ってことは逆に言うと、これからやるランプレセプタクルができないと絶対露出コンセントできないですから、本当に大切なんで。で、あとちょっとね、講習中は毎回この輪作りやってると終わらないんで、流用しますから場数は踏めません、申し訳ないんですけども。輪作りはもう徹底的に家で練習する、これはね、やり方いくら覚えたってうまくできないです、初めは慣れが必要なんで、これが一番肝です。で、輪作り落っこちるポイントたくさんありますからね、ぜひ注意してやっていただければと思います。で、これからポイントポイントを私がやって、皆さんがやってって形で進めていきますんで、まず私がいるのを一回見ていただくというところですね。はい、それではまず外装を向く寸法なんですが、これからやる私がやるやり方っていうのは、テキストには確か載ってないはずです。私独自のやり方です。ズボラ法です。あんまり細かく考えずに綺麗に作るやり方なんで、おすすめ、おすすめですね。はい、まず外装を向く寸法ですが、この器具の直径向きます。もう当然円なんで場所によって変わっちゃいますから、この穴が開いてますよね、穴の問い面、この幅だいたい5センチぐらいなんですが、この幅まず外装を向いていきます。じゃあ私の方でまずやりますね。軽く斜めにかませてスッとひねる、もうこれで終わり。あとは手でこれ指で引っ掛けてスッと抜く、これが簡単ですね。で、次、ここが一番、間違いやすいですね。今度導線にするんですけども、ちょっと間違いやすいんでよく聞いてくださいね。外装の切り口から2センチ被覆を残して全部導線にしちゃいます。つまり導線の長さじゃなくて2センチ被覆を残すっていう方が大事なんです。中には5センチ向いて3センチ導線って覚える人もいるんですけども、それでもいいっちゃいいんだけども、初めの5センチが正確じゃないとダメなのね。それは器具の幅適当に向いてやるんだったら、切り口から2センチ被覆残して先端全部導線だから、まずね、切り口から2センチ測って先端を全部導線にするということですね。はい、じゃあまずここまで皆さんやってください。器具の幅、外装を向く、2センチ被覆を残して全部導線にする。で、この輪作りの作業についてはもうミリ単位です。ミリ単位、一番神経使う部分ですね、ミリ単位。やっぱりね、この輪作りに慣れてないと落っこっちゃう、正直。はい、
午前中ね、ゆっくりやりますんで、ちょっとお待ちください。ここをおろそかにするとね、もうこの後できなくなっちゃいますからね。結構ストリッパーの種類によってはね、本当に使いにくいと思いますんで、もうこれ繰り返しやって練習するしかないですよね。こういう器具の扱いというのはね、いくら理屈を覚えたってしょうがないですから。だから逆に言うと技能はね、一夜漬け無理なんですよね。一夜漬け無理。筆記はいけんだけど、結婚にしの場合は技能はもう本当いかに慣れるかですから。筆記と違って限られた時間でいかに完成させるかですからね。結構ね、当日周りの人のね、見えても意味がない。結構よくね、まあ、私もそういう人は見たことはないんだけど、中にははい始めてくださいって言って箱を開けて中見たまま手組んで40分間過ごしちゃう人もいるぐらいですね。中にはね、結構練習しないと分かんないからできないですよね。あとははい終わってくださいって言って見てもなんかバラバラのまま置いてあったりとかことはあるので、周りはね見ても意味がないですね。はい、じゃあやっていきます。でここからまたすごく細かいんでね、よーく聞いてくださいね。ここ聞き逃すと本当にやばいですよ。ここからねペンチに持ち替えます。でちょっとペンチなんですけど、皆さん確認してほしいんですが、このジスマーク、ジスって書いてあるペンチがねいいんですよ。どうですかね、ジスマーク。宝山のセットのやつは大丈夫。宝山のセットのやつは大丈夫で、100均とかで買っているやつだとちょっと怖いかなって感じですね。で、要は何かっていうと、このジスマークがついているペンチってこの幅がね、1.2 センチなんです。 1.2 センチなんですよ。このね、1.2 センチってのはね、結構ミソなんですね。 1.2 センチの方が結構ミソ。ただの宝山でもちょっとセットによってはね、こういうペンチじゃなくてなんか独特のやつの場合なんですね。その場合はちょっと幅を見てもらって、なんか2ミリぐらい短いかなみたいな思うかもしれないですね。はい、このジスマーク、まあこれホームセンターだからそんな高くなくて売ってるので、ね、はい、じゃあ、このジスマークのペンチということでやっていきます。はい、細かいですけどね、いいですか。まずこの被覆の切り口、絶縁被覆の切り口から、これが最大のポイント、2ミリぐらい隙間を空けて握る。この隙間が落ちるか落ちないかの瀬戸際、たった2ミリですけど、これが大事。2ミリぐらい隙間を空けて曲げます。いいですか、よく聞いてくださいね。まず隙間を空けて握って直角に曲げたら、そのままペンチを離さずに先端をね、親指を使ってケーブルと反対側に折り曲げる。つまりクランクを作ります、ね、2ミリぐらい隙間を空けてペンチでつまんで曲げて曲げてクランクを作ります。そしたら、はい、ペンチを離して、この先端ちょっと導線長いですから、この後明らかにこれ切り落とすんですけども、この時イメージはストリッパーの先端でつまめるぐらいちょっと残す。だほんと気持ちですよ、ね、だペンチだったら軽く沿わせてチョキンと切る、ね、こんな感じの形にします。ではここまでやってみてください。2ミリぐらい隙間を空けてペンチでつまんで直角に曲げる。そのまま離さずに親指で反対側、ケーブルと反対側に折り曲げる。そしたら先端のビロンって長い部分を、ちょびっとだけ残して切り落とします。ストリッパーでつまめるぐらいですね。ここまで、まあ、ストリッパーの種類にもよるんですが、2本同時に作業できますよね、ここまでね。はい、じゃあここから最後輪にしていきます。でちょっとね、画面上だと分かりづらいんですけども、まあ、私がねよくやってるやり方なんですけども、ね、これでねこのストリッパーが進化を発揮するんですね。昔はねこれペンチでやってたんだけど、
このスリッパの進化を発揮するんですね。じゃあ輪っかにしていきますけども、このつる口のところのだいたい真ん中ぐらいでこうやってつまんでやります。あとこれを輪にするんですけども、どういうイメージでやるかっていうと、私のイメージですけども、このつまんだ導線の先っぽね、切り口をですね、このさっき曲げたと思うんだけども、このくにょって立ち上がってるんですけども、この立ち上がってる根元の部分、この根元の部分にこの電線の切り口の先端をくっつけるようなイメージで輪にしていきます。で、ちょっと やりますね。はい。そうするとこんな形なんですけども、わかりますかね。これね、今きれいにできてるんだけども、まず一旦電線がこのね、右の方にこう曲がるわけですよ。曲がってくよってなってて、まあ要するにクエスチョンマークみたいな形になってる。ね、この形が理想。理想。ね。で、これ首って呼んでるんですけど、この首がないと基本落ちると思ってください。首がないと落ちる。で、首が長すぎてもダメ。ね。大体2ミリぐらい、さっき言った。ね、2ミリぐらい。ね。で、この輪にする状態を2本ともやります。じゃあ皆さんやってみてください。ただ、はじめうまくできないのが当たり前なんで、気にしなくていいです。ただ、このストリッパー使うようになってから結構、はじめからね、きれいにできる人が多い。これを2本とも作ります。バッチ。はい。ペンチで、ペンチでやるやり方見せた方がいいか。うん。ちょっと待ってね。もし万が一ストリッパーがない場合のね、ちょっとやり方、まあ昔ながらのペンチのやり方なんですけども、私も久々なんでうまくできるかわからんけど、ちょっと待ってくださいね。もう全く手術、手順は、ね、2ミリぐらい隙間けて曲げて曲げて、でチョキンと切るんだけども、切ったら、はい、ペンチのね、この先端の部分でこうつまむんですよ。先端の部分でつまんで、これを輪になれ輪になれと曲げるんですけども、でストリッパーと違ってこれペンチ途中で引っかかるから、ペンチをね少し手前に軽く引く、引いて最後まで輪になれ輪になれとやってやる。そうするとこんな感じで一応できます。ただこれ慣れ、完全に慣れ、ペンチでやる場合はとちょっと大きくなっちゃうかな、輪が少し、はい、ペンチの先端でつまむね、先端でつまんで輪になれ輪になれ輪にすると、ね、気持ちでけえ気がしますけど、はい、でね、はい、じゃあそしたら、これを取り付けていくわけですね。で、これから取り付けについてもまた説明します。これね、最後の最後まで気が抜けないんです。この輪作りはね。じゃあよろしいですかね、やっていきますよ。まずこれ、ランプレセプタクルなんですが、やっぱ曲線があるんですね。曲線がある。で、テキストとかの施工条件で書いてあるのは、受け側でネジ部つってるんですが、どっちやねんっつうと、この外側の金物の方。この金物につながってるネジの方に白を入れないとダメですから、この私の向きでいうとこの右側ね、右側を白を入れなきゃダメです。で、それと次、これ実はね、輪の向きも決まってるんですよ。これ輪の向き間違っちゃったら終わりです。これね、私がもしこのままつけたら落ちるんです。このままつけたら落ちる。なぜかっていうと、これ輪が左巻きになっちゃってる。これだとダメなの。要するに
左巻きだとネジを締めた時に輪が開いたっちゃうわけですよ。ネジって右に締めるからね。でもしやべえ向き違うじゃんって言ったらどうすればいいかっていうと簡単、ペンチで先端つまん、ペンチでつまんでひっくり返せばいいの。ひっくり返せばいい。必ず右巻きにする。これ後で気づいても終わりですから、必ず右巻きにする。ペンチでひっくり返せばいい。はい。でここからはねコツの話なんですけども、初めにつける前になるべくもう形を作っちゃう。こんな感じでつくんかねって形作っちゃうね。でネジはここの段階になったら外してください。初めに外しちゃって輪作りで頑張ってると絶対ネジすっ飛んでるから、この段階で外す。で外すときもなるべく手際よくやるには、ちょっとねこうやってドライバーで緩めたら、あと手袋してればねこうやってパーってやれば外れちゃうから、こう簡単にネジの横を滑るように手袋でやってれば簡単に外れますから、なるべく手際よく。はい、あとはつけていくわけですね。で慣れてる人はすんなりつくんですけど、慣れてない人は私のやり方やってみてください。ドライバーの先端にねこうやってネジつけたら、そこにね人差し指を添えるんですよ。で添えたらこの状態で輪に突っ込むので、突っ込んだらこの指添えたままこのテコの原理使って無理やり穴に持っていく。で締め付けていく。これだとね簡単に入りますよ。で初めにね全締めしない、全締めしない。片方を途中まで締めたらもう片方もつけちゃう。はい、で最後のコツになります。これやるかやらないかでまた違うんですよ。これ最後当然ね締め付けるんですけども、締め付ける前に確認してほしいんですよ。何かっていうと、ネジの外に電線はみ出てねえかっつって、出ていいのはこの首の部分だけ。逆に首出てなきゃダメ、2ミリぐらい、1、2ミリ出てなきゃダメ。この絶縁被覆がネジに触れたら落っこちますから。あとねネジから電線が派手にはみ出てもダメ。ほんのちょびっとだったら大丈夫だけど、ネジから電線が5ミリ以上出てたら終わりなんですよ。でもし出てたら締め付けてる、締め付ける前なんで指で軽く電線をこうやって動かして引っ込むかやってみてください。で引っ込んだなと思ったらその部分で指で押さえながら締め付ける。で必ずネジに電線を収める。これ2本ともやる。はい。で私ぐらいのやつがまあ一番いいっちゃいいですね。ちゃんと輪が右巻きになってる。さらにここがやっぱり最大のポイントなんですよ。ネジに被覆が触れてない。ちょっとでも触れてたら終わりだと思ってください、ね、あとはみ出てもない、はみ出てもない、ね、はみ出てもない。黒がねちょっと形悪いんだけど、まあでもこれもギリギリセーフですね。で当然曲線も間違っちゃったらダメですよ。曲線間違っちゃったら終わりね。あと多分いないと思うんだけども、この台座の外にね、外に電この絶縁被覆じゃなくてシースの切り口がちょっとでも出たら終わり。必ず台座の中に収める。ただ2センチ残してもらえばそんなことありえないですから大丈夫なはずなんだけども。はい、この形で昔はこれね台座の上に被覆の切り口出せって言ったんだけど、今はそこまでは言わない、今そこまでは言わない。台座の中に入っていればいいです。まあこれ慣れですよね、作業としてはね。で、ランプついた方は、反対側、接続側作ってください。でこれランプレセプタクルの取り付けなんか本当に10センチぐらい電線余ってればできちゃいますから、もう切れっ端をねもう集めてって、で家でも徹底的に練習するんですよ。これは慣れるしかない。
いくら綺麗にできたってこれで10分かかったらダメですからね、当然ね。ランプのスクリューで他が間に合わなくなっちゃいますから。バッチです。なんだろうね。はい、じゃあこれ全部できた方は、支給材料のリスト通りの数、リングスリーブの出してください。で、今回は、あ、やべ。今回はリングスリーブの小が1個、中が1個、あと差し込みコネクターが 3本用が1個ですね。まあ、差し込みコネクターはあの穴の数を見れば分かると思いますので、でこれからの講習で、たくさん課題作ってきますけども、お願いなんですけども、つなぐ直前にリスト通りの数リングスリーブと差し込みコネクタを用意してください。なぜかというと、つなぐときに一個一個出してると本来ない数のもので接続した人がいるんですよ。でちゃんとリスト通り用意してもらえば、足りなくなった時点で結線間違ったって気づきますよね。無制限でやっちゃうと本当に何でもできちゃうので、はい、でつなぐ前にちゃんと図面通りの位置に器具を配置していく、これも大事です。なぜかっていうと、たまに全部作り終わってないのに結線始めちゃう人がいるんですよ。それだとまずいですよね、どう考えてもね。だから必ず図面通り配置して器具全部あるかなって確認する。途中で結線始めたら絶対にダメです。はい、じゃあね、本当に伏線図なしで結線できるのかいと、ね、やっていきたいと思いますね。じゃあ、前でね、実演しますんで、やっていきましょう。まず、つなぐ前に、こうやって全部倒す。電線を全部倒しておく。これがね、ポイントです。立てとくとね、やりづらいと間違いやすい。ね、ね、いやなんか、ね、気持ち悪いなと思うかもしれないんだけど、一回騙されたと思ってやってみてください。はい、で結線の手順は A4 のプリントに書いてありますんで、このプリントを見ながら私の説明をまず聞いてください。じゃあ準備の方よろしいですか？大丈夫ですか？はい、じゃあやっていきますよ。まず1番目の手順、この手順はね、どんな時でも使えます。スイッチからの白線を除いて白をつなぐ、これはニュートラルの線をつないでいくってことです。でまずパッと見てスイッチから来てる白線あるかなって見るわけです。で間違いやすいのがこいつ下についてるやつですね。お、なんかスイッチから白来てるなと。でもよーく見るとスイッチには白線入ってないですよね。スイッチに入ってるのは黒と赤ですよね。でそうすると今回は
スイッチからの白線っていうのがないんです。だから覗ける白がないから、じゃあ白は全部立ててつないでいく、白は全部立ててつないでいきます。そうすると1個2個3個4個です。はい、そうしますと皆さんこれはね、もうショーのリングスリーブで入らないっていうの分かりますかね。ショーのリングスリーブっていうのは8スケアまで入ります。で今回は 2.0 が1本で、 2.0 は 3.2 スケアです。で16は1本2スケアですから、合計 9.2 スケア、8スケアを超えちゃってます。でこのリングスリーブの圧着も慣れないうちはね、これが原因で落っこちる人がいっぱいいる。はい、まず初めにですね、意識してほしいのが、まあ、ちゃんと2センチ向いてある前提ですよ。2センチ向いてある前提ね。初めに一旦切り口を揃える。下の切り口をね、一回全部揃える。切り口を揃えて、でちょっと私裏技使っちゃいます。あの合格クリップっていかがわしい商品持ってるんで、これ使います。これね、止められるんですよ。これ電線をピコッつって止められる。これすごく楽なのね。あの先週まであったんだけど、先週完売しちゃってないんですけども、これね100均のクリップでも代用できるらしいんで、まああったらいいかなと。あの飲酒ロックでもいいんだけど、飲酒ロック切り忘れると終わりなんで、まあ、これがいいかなと。でそしたら、はい、リングスリーブを差し込んでいくんですけども、この時ねどこまで入れるかなんですけど、これ徹底してほしいんですよ。いいですか、これ聞き忘れる人がいるから絶対聞いてくださいね。2センチ向いていたらね、上下に電線がしっかり見えてることを確認する。上下にしっかり見えてること、先端もがっつり出てます、下もちゃんと見える、導線がすべてで、2センチ向いてれば下が出すぎかなって気にする必要はない。先端にしっかり出してればね、際どく出してるのはダメ。センチで言うと下は1センチ以下、リングスリーブの下は1センチ以下、先端は5ミリ以下なんだけど、先端どうせ後で切るから気にしなくていい。ともかく上下にしっかり電線出す。で逆に1本でも被覆が中に入っちゃったら終わり。リングスリーブの中に絶対に入らない。特に4本以上だと非常にその可能性が高いですから気をつけてね。でそしたら、はい、圧着ページ使います。初めての方使い方分かりませんね。まずはじめに開くまでしっかり、自動で開きますから、しっかり開くまでギュッと紡いだら、もういいかなと思ったら離してみてください。パンって開くから。そしたらこれリングスリーブの中ですから、中って書いてあるとこ、ここで潰します。で位置なんだけど、大体でいいですけども、リングスリーブの真ん中絶対外しちゃダメね。でしっかりとも開くまで潰してください。で切るのは後でいいから、はい、つなぎましたね。でそしたらね、これはコツね、コツなんだけども、これ立てたままだと邪魔なんですよ、他をつなぐときにね。どうすればいいかっていうと、これ曲げるんだけども、どうせ曲げるんだから、曲げるときリングスリーブの刻印が上に向くように曲げるといいのよ。自分で確認しやすい、ね、中っていう刻印が見えるはずなんで、どっかにね、その刻印の方を曲げる、上にして曲げる、ね。これもしね、2センチつってて3センチ向いちゃってる人は怖いですよ。下が出すぎる恐れがあるから。逆に 1.2 センチとか1センチとかだと、そもそも圧着が非常にやりづらいんで、ここは2センチ。
じゃあ次いきますね。初めそれってちょっと下がずれる分には構わないですよ、もちろん。ぴったり揃ってる必要ないですよ、切り口はね。初めは揃える意識してほしいけど、やっていくうちにだんだんずれていくのはしょうがない。ただ、1本でも引っ込んでたら終わりですから。ね。だから4本とも、今回の場合4本だから、4本ともしっかり上下に電線ががっつり見える、ね、ようにするということですね。1センチって意外と長いんですよ。意外とね。2センチでやってれば先端しっかり出せば絶対下1センチ以下になりますから、そもそもリングスリーブがだいたい1センチぐらいありますからね、長さがね。はい、じゃあ次いきます。次いきます。2番目の手順、 A4 のプリント見てみてください。照明負荷からの黒線除いて黒つなぐ、照明負荷からの黒線除いて、はい。で、考え方はね、覗く線は立てないってこと、覗く線は立たないってことで、今回は引っ掛けシーリング上のやつと右側のランプレセプタクル、この2つが照明器具ですね。だからこの2本は倒したまま残りの黒を立てていきます。1本2本、はい。そうすると2本だねってこと、2本だねってこと、はい。で、これを止めていくんですけども、で2本の時はですね、逆にスポって入りすぎちゃう可能性があるんで、その時はね、こうやって電線の切り口を一旦揃えたら、そこでね、こうやって指で持っておくんですよ。持っておく。で、指に当たるまでスリーブ落としちゃう。スリーブ落としちゃう。ね、しっかりと落としちゃう。で、そしたらその状態で潰すんですが、はい、ここが一番ね、試験官が採点するときに見るところなんです。日本接続だから丸ってるとさよなら。圧着ペンチ見れば丁寧に書いてますよ。1.6×2 って。今回2本だけど違いますよね。電源 2.0 だからこれ丸でやったら終わり。必ず小で圧着。これをやるために必ずね、電源側は大体リングスリーブなの。この間違いを誘発するために、逆に言うと間違いないでできるかなって確認するために。ただ皆さん、あと残った電線って3本ですよね。3本って全部つなぐしかないでしょ。2本つないだら1本余っちゃうんだから、じゃあ全部つなぐしかないんですよ、残り3本って。ただそれだとね、講習になんねえから、これどういう結論なのかっていうと、スイッチと照明器具はね、同じ文字同士をつないでやるので、今回はスイッチが1個しかないから、E をつなぐってことは全部つなぐってことですよ、残りの電線をね。だから極端なこと言うと、最後2本とか3本残ったら全部つなぐしかないんです。他の前の手順が間違ってなければね。はい。で、ただ注意が必要。差し込みコネクターなんで2センチのままつないだら絶対ダメ。どうすればいいかっていうと、これをね、1.2 センチに切る。ここがポイントで、ストリッパで測ったらめんどくさいですから、はい、ペンチ登場ですよ。さっき言いましたよね、これ。幅 1.2 だって。だから、ペンチの、ね、刃をね、通常はこれ内側に向けてブチって切ると思うんですけど、この刃を外側に向けて、ペンチの面まで電線の切り口を突っ込んで、皮膚の、ね、切り口を突っ込んでブチって切れば 1.2 センチよ、これで。もし幅が1センチぐらいのペンチの人は、ペンチの幅より気持ち長めに切る。わざわざ 1.2 センチってストリッパーでは測んない。だったら初めから 1.2 で向けばいいじゃねえかと思う人もいるかもしれないんだけど、 1.2 で向いてて実は2センチだったって方がめんどくさいんで、2センチで共通、はい。で、向い切ったら差し込みコネクターに差し込んでいきます。で、差し込んだら確認してもらいたいポイントがあります。
まず差し込みコネクタ、ちょっとでも電線が外に出たら終わり。だから必ず電線が全部中に入ってる、被覆が中に入ってること。それとここがもう一つポイント、差し込みコネクターの先端に電線が見えること。窓がありますよね、見えること、これがポイントです。これもし短く切りすぎると出ません、先端に。あと皆さんが今使っている差し込みコネクターは和合っていうメーカーのものなんですが、試験当日は日フっていう別のメーカーのものが来ます。そのメーカーのものはこの窓の長さが和合の3分の2ぐらいしかない、もっと狭いんです。だから 0.8mm、0.8 とかでやっちゃうと多分ダメ、 1.2 でちゃんとやらないとダメです。あとね、抜けない、日フは和合の2倍硬いんで、今回のは抜きやすいように和合を配ってますけど。で、ここまで終わったら最後の仕上げです。この仕上げ忘れちゃダメね。リングスリーブの先端の電線、さっき言ったように5mm 以下にしなきゃいけないですから、どうすればいいかっていうと、一番おすすめなのはペンチを使ってこのリングスリーブの面のところで切っちゃう。あのペンチだとね、リングスリーブ絶対切れないんで、面のところでブチって切るとね、絶対ねコンマ何ミリ出るんですよ、先端に。これが一番確実で、ペンチだとね、硬すぎて無理ですって場合があるのよ、特にこの白とかね。その場合はストリッパーで切ってもいいんだけども、ストリッパーの場合これめちゃくちゃ切れるんで、リングスリーブごとぶった切っちゃう人いるんですよ、たまに。当然ダメね。でさらに残す残すって言ってて、残しすぎて5ミリ超えちゃう人もいるのよ。だからペンチが一番手っ取り早いです。ただ白の4本はこれ結構硬いです。私なんか握力ないからすげえ一苦労なんだけど、まあでも両手でやれば大丈夫だよね。片手で頑張ろうとすると結構きついですけど。はい、これで完成でございます。ここまでを40分ね。ただ40分じゃダメですよ、これ30分ぐらいでここまで終わらせて自分で確認するの。で、特によくやりがちなのが、さっきのダイスの間違いが意外と多いんですよ。2本のとこを小のところを丸でやっちゃうとか、まあ、逆もしっかりね。で、今10センチ向いてもらってれば2回ぐらいやり直していきます。これあのリングスリーブの下が2センチ以下になると落ちるんですけど、10センチで向いてれば2回ぐらいやり直していきます。3回までいけんだけど、多分それやってると時間が終わる。で1箇所ぐらいだったらやり直しできますんで。で、リングスリーブは予備入ってますから、差し込みコネクタは予備ないですけど。はい、ということでどうでしょうかね、皆さんここまでできましたでしょうか。まあ多分一緒にやってるので、あの輪作りとかのところ以外はね、他はルール守ってもらえればちゃんとできると思いますから、ちょっと皆さんの見てると時間なくなっちゃうんで今回は見ませんけども、ね、私が言った注意点、これを2日間の間にも体に叩き込んでください、ね、この午前中やったやつが全ての基本ですから、これを遵守する、ね、それやってもらえばまず落ちることはないですから。あとは各問題のポイントについてはこれから一個一個説明して、で皆さんに作っていただくというところになります、ね、はい。一見ね、めんどくさそうですけどもね、倒しておくことによってこうやってつなぐとき、別の電線間違えてつなぐってこともないし、あと綺麗にできますよね、これね。非常にやりやすいですから、ちょっと守ってみてください。ということで10番は完成ということでね。では、まあなんか三途の川の石積みみたいですけど、もうばらしましょうってことなんですね。ここからね。で、ばらし方なんですけども、これからちょっと説明をします。まず差し込みコネクターについてはこれ抜けます。で、抜けるんですけども、これね、抜き方にコツがあって、あのこうやってつまむんですけども、私のやり方ね、これ差し込みコネクターちょっと出っ張ってますよね、反対側ね。そっちにあの私はこうやって親指の親指引っ掛けるかして、で、これポイントね、グリグリグリってひねりながら抜く、簡単に抜けるこうすると。ただ引っ張っても抜けない、ひねりながら抜く、グリグリって、ね、これ抜けます。あとリングスリーブなんですけども、これはあの
リングスリーブのですね、あの電線で切っちゃうとね、どんどん短くなっちゃうから流用するんだよ、これちょこちょこね。おすすめはね、この刻印の下のところ、刻印の下でこの試験用のストリッパでブチって切る、これ切れちゃうんですよ、簡単に。そしたらこれかぶせ物外せばね、多少残るんで。あのペンチだとこれできないゲートなんで。はい。あとですね、ちょっと皆さんにあとご注意いただきたいのがございますんでね。はい、あ、でちなみにこの引っ掛けシーリングとランプレセプタクルと電源の 2.0 は流用しますんで、これそのままで結構です。ブレーカーはもういらないんだけども、邪魔だったら外してもいいし、おまけでついてても全然問題ないんで。で、これこっちはバラさなきゃダメ、これね、バラさなきゃダメで、これバラす時のやり方なんですけども、たまにですね、これで器具壊しちゃう人がいるんでね。で、一応基本的なやり方は、これ電線抜くときなんですけども、この穴のところ、穴のところにマイナスドライバーを差し込んで、カチッっていうまで差し込んで抜くんですけども、これね、たまにね、力強く差し込みすぎて折っちゃう人がいるんですよ、この器具をね。で、一番確実なのはこのプレート外し器って器具がある。これ使うとすげえ楽です。ちょっと見ててもらうと本当に楽なんですけど、これ刺すじゃないですか、しっかり奥まで差し込んだらね、これもう手離しちゃっていいんだよ。こうやって電線引っ張れば抜けちゃうの、スポッと。めちゃくちゃ楽ですこれ、ね。一応ですね、あの受付のところで1個200円で売ってます。これね、お守りなんですよ。何かというと、試験当日でこれ間違っちゃったりするじゃないですか、場合によってはね。抜くときに器具壊したら終わりだから、お守り代わりに持ってでもいいかもしれない。な、高いお守りじゃないですから、しかも楽なんで、講習の時は特に刺せばもう手放しで抜けますんでね。はい、スポスポと抜けます。マイナスドライバーもでかいやつだと特にね、本当に怖いので。はい、で、そしたら外すんですけど、これパイロットランプはついたままでいい。パイロットランプこのままと使うから、このままついたままでいい。で、スイッチとコンセントは外して、もし余裕があればコンセントがついてた位置にスイッチ移してください。スイッチとコンセント外して、コンセントがついてた位置に、スイッチを移す。電線もこれ、まあ、向く練習ぐらいで使えもらえばいいんで、どうか適当にしまっといてください。はい、で、午後なんですけども、ナンバー2ですね、午後はやりますと。新しい材料があるので軽く紹介だけします。で、それと、先ほど言ったように流用しますんで、今使ったランプと電源、これは次の課題でそのまま使えますんで、机のに出しておいてください。引っ掛けシーリングはその後の課題で使うんで、外さずに置いといてください。まあ、外してもそんな手間じゃないんですけど、いいんですけどね。あと1個だけ初めて皆さんがやる材料がある。何かっていうと、ナンバー2のところのこのコンセント、2口のコンセントで、これは皆さんの材料の中に、プチプチに包まれているコンセントがありますんで、はい、こちらですね、こちらね、これね、はい、これ。
で、流用する関係で電線若干短くて済みますんで、この長さですね。はい、ということで、午前中はこれで終わりになります。午後は、1時間後、12時50分から開始いたしますんで、それまでに、こちらの材料、まあ、あと電線切るだけだと思うんですけども、こちらの材料を12時50分までに用意してお席の方にお戻りください。我々ここでお昼食べますんで、何かわからないことあればお昼休み中でも結構です。どんどんご質問いただければと思います。はい、それでは午前中はこれで終わりになります。どうもお疲れ様でした。